肘谷駅は、新潟県東神原郡和賀町西津国にある、東日本旅客鉄道万越再線の駅である。郡山と新津を結ぶ後に、万越再線となる鉄道は、私鉄の岩越鉄道が免許を受けて、郡山側から工事を進めた。しかし、1904年までに、北方駅までを、岩越鉄道が開通させた後、1906年の、 鉄道国有法成立を迎え、残りの区間の建設は国有鉄道に引き継がれた。国有化後、岩越線の名称で、新潟県側と福島県側の両方から工事が進められ、1914年11月1日に、最後の区間となる野沢津川間が開通して、全通した。肘谷駅はこの最後の開通区間に含まれる駅で、ある。 会津若松と新津の間では、県境付近が、中間地点となるが、その付近の沿線には、広い平地がなかったことから、若干の平地が存在する肘谷が、中間地点としての鉄道の拠点に選ばれ、機関車中泊所や転車台、給水施設、乗務員宿泊所などが置かれることになった。また、新潟県内で折り返すローカル列車の、折り返し地点ともなった。 鹿ノや津川は鉄道開通以前からある程度開けた町であったが、日じにはそれまでは寒村であり、一種の鉄道の町として発展することになった。鉄道の開通は地元の住民にとって大きな出来事で、開通日は日中は旗行列、日が暮れてからは提灯行列が繰り出されて1日中にぎわった。それまで、 津川までの買い出しは三里を歩いて一日がかりの仕事であったが半日もあれば行って帰れるようになった。また村の特産であった木炭の出荷で賑わうようになり木炭の価格が高騰した。鉄道の拠点となったことから駅前旅館が開業し、この旅館が開通当初から駅弁の取り飯を販売するようになった。 蒸気機関車の給水などが行われることから肘谷の停車時間は長く、その停車時間に駅弁がよく売れたという。この付近は豪雪地帯であり、雪の害が多かった。1917年1月22日、新潟行きの列車が特区豊見か館かでなだれでできた雪の山に突っ込んで、立ち往生し、肘谷から機関車2両に客車1両をつけて、 作業員20名を乗せて、救援に送り込むことになった。ところが、この救援列車も、肘谷と読み噛んで、別の雪崩でできた雪の山に突っ込み、機関車が脱線して立ち往生した。この時点では死傷者はなく、作業員全員で、復旧作業にかかったものの、その途中に、再度の雪崩があって、全員が、生き埋めとなった。翌日正午までかかって、 救出を行ったものの、救名が亡くなった。昭和に入ると、豊見発電所の工事が始まり、駅から専用線を工事現場まで伸ばして、貨物輸送が行われ、各種資材の発着で賑わった。しかし工事が終わると、元の利用の少ない駅に戻った。1960年代になり、磐越再線には、起動車の準急や急行が設定されるようになったが、肘谷は、 鉄道の拠点ではあるものの、かのせや津川の方が利用が多いとして、これら優等列車の停車駅にはならなかった。それでも1986年11月1日、国鉄大夜改正まで肘谷発着の列車が残り、夜間には、校内で、機関車が待機する光景も見られた。しかし1993年には、管委託が廃止となって無人化された。 無人化後も駅弁の立ち売りは続けられたが、2010年に駅弁の営業も廃止となった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。以前は島式ホームで交換が可能であったが、片側の一線はすでに撤去されている。かつては駅構内に側線や転車台、給水塔などの設備を有する。 蒸気機関車の中継基地として栄え、駅弁の販売も行われていた。SL 大駅後も、車両基地として使用され、藍津若松、新潟方面への始発列車も当駅を発着としていたが、1980年代以降は、周辺の過疎化、設備、車両の合理化等によって、駅の規模は大幅に縮小し、現在は、新津駅管理の無人駅となっている。 しかし、臨時快速、SL 万越物語の運転開始にあたっては、停車駅となり、駅弁販売も再開されるなど、週末には賑にわいを見せるようになった。以前の駅舎は、JA 東、カバノアガの肘谷師匠を併設した作りで、同師匠が、出殺業務を受託した、管委託駅だったが後に委託を解除、JA の師匠等配合で肘谷師匠も閉鎖され、 駅舎も撤去された。駅舎内は待合室の機能のみで、現在の駅舎は2010年10月4日に、豊か実方のホーム上に簡易駅舎が設置されている。前述の通り運行場の拠点であったことから、駅前の朝日館が調整した駅弁、鳥飯が、長らく列車の到着に合わせて、ホーム上での立ち売りで販売されていた。 1990年代後半に窓の開く車両が使われなくなったことや売り上げの減少などから立ち売りをやめ、朝日館を直接訪れる客に少数を販売する方式に切り替えていたが、SL バイエツ物語運行開始に伴い、運転日のみホームでの立ち売りが復活していた。ただし、列車の窓越しでなく、ホーム待合室の窓を、 売店のように用いて販売する方式が取られた。朝日館店主が一人で調整を行っているため、販売数が極めて少なく、旅行者からは幻の駅弁として知名度が高い駅弁であったこともあり、販売時はほぼ毎回全ての購入希望者に行き渡らないまま完売となるほどの人気ぶりであった。しかし、2010年、店主の高齢化と、 体調不良を理由に、鶏飯の調整、販売を取りやめ、ひじにの駅弁は、完全に消滅した。なお、店主は、その後2014年6月16日に死去している。駅前には竹村商店があり、食料品を販売している。かつては、馬車軌道があった。ありがとうございます。